大体は、中国語の口語表現で、公職に選挙で選ばれた指導者の妻や、働いていない、既婚女性を示す言葉。関東語における、既婚女性への継承と同じものである。一説には、英語の、レディース風ランチに相当する言葉とも言われる。1919年の54運動の頃には、この言葉はすでに、新興ブルジョアの夫に依存している妻のことを、 指すようになっており、その消費主義的ライフスタイルは、当時の中国のフェミニストたちや、新しい女性たちが、まさしくそれゆえに、そうはなるまいと努めた対象であった。この言葉は広く知られるようになり、西洋の女性学の分野における議論でも、用いられるようになっている。パールバックは、小説、スリードーターズ・オブ・マダム・リアンに登場する、マダム・リアンを描写するのに、この言葉を使った。 1947年の映画、ロングライブ・ザ・ミス、大大一万は、超愛霊の原作により、交渉・カオルが監督し、大体同士の争いを風俗喜劇として描いた作品である。ありがとうございます。